ごいな。握手。いや、そこにいるみたいだよ、本当に。で、このコントローラーの振動もすごいですね。どんどん近づいてくる。すごいすごい。はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、オキュラスクエスト2を紹介していきたいと思います。こちらがオキュラスクエスト2ですね。最新の体験ができる VR デバイスになります。開けていきましょう。はい、こちらが本体になります。こんな感じでコントローラーをつけて、操作ができます。こちらがオキュラスクエストの本体ですね。こんな感じで、バンドを調整することができます。メガネをしている人用のメガネスペーサーというものも入ってます。ちょうどね、メガネしてるんで、これを使ってね、装着できるみたいですね。他に充電用のこちら、USB Type-C の、ケーブルと充電器もついてます。はい、では次ですね、アクセサリー類を紹介していきます。まずね、デフォルトでついてくるのはこのコントローラーとクエスト2本体のヘッドセットがついてきます。ただそれ以外にもですね、結構 VR をより快適に体験できるアクセサリーがたくさんあります。デフォルトのヘッドセットにはね、ヘッドバンドがついてますけども、ヘッドセットの装着をより快適にする、クエスト2エリートストラップというものがあります。デフォルトのストラップよりもさらに快適にですね、装着ができる、ストラップですね。それがこちらになります。まあ、こういった形ですね。サイズ調整が簡単にできるようになってまして、裏面をこう回していくと広げることができます。こうですね。で、この状態で装着をします。こうですね。で、こう締める感じで装着してあげると、装着がすごい楽になるので、これがね、個人的にはめちゃくちゃ使いやすくなるなと思いました。エリートストラップですね。持ち運んで使いたいときには、こういったクエスト2携帯用ケースというものもあります。こちらが専用ケースになってまして、こちらをこう開いていくと、こんな感じでクエスト2をしまうことができるスペースがしっかりと確保されてます。はい、こんな感じでしまってあげて、もうこれでね、簡単に持ち運んで使うことができます。他にもですね、今回のオキュラスクエスト2はオキュラスリンクケーブルというものがあります。こちらパソコンと接続して PC の VR 体験をこのクエスト2を使って楽しむことができる、そういったケーブルもあります。で、実際にですね、このオキュラスクエスト2を使ってゲームをプレイしてみたんですけど、めちゃくちゃ楽しいです。びっくりしました。この自由にですね、この空間を使って遊ぶっていう体験がすごい楽しいし、この2つのコントローラーを使っていろいろね、操作をしていくんですけども、本当に自分がその VR の世界に飛び込んだかのように、ね、すごく反応がいいので、めちゃくちゃね、プレイしていて没入感半端なしっていう感じでした。で、他にもね、結構アクセサリーがたくさんあって、クエストフィットパックっていうものもあります。あと個人的に気になるのは、バッテリーを拡張できるバッテリー付きのクエストエリートストラップと携帯用ケースっていうものもあります。なので、さらに長時間ですね、ゲームをプレイしたりっていうこともできるので、その辺もね、すごく気になるアクセサリーかなと思います。ぜひ参考にしてみてください。オキュラスクエスト2、一度体験するとね、もう楽しすぎて、思わず時間を忘れてプレイしてしまう、そういうデバイスになってます。ぜひ参考にしてみてください。それでは。